皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年9月3日、13時39分、先ほど撮影した動画とは別に、まあ、かこちゃん用へ、かこ様用へ、メッセージを送りたいと思いますけど、ごめんなさい、やっぱりあの様付けで呼ばなかったら、皮膚に違和感とかあったり、今日の朝もまあ撮影する前の時の顔の状態はまあまあまだだいぶ良かった方なんですけども、あのやっぱりそのことをまあいろいろ言うことによって、まあこういうふうな顔の状態に変わってしまうっていうものがありますので、まあもう一つの動画の方を見ていただいたらわかると思うんですけども、今日公開してる動画、まあ昨日の動画もそうですけども、あまり長くならないように、そのまあ昨日のその人物がもし佳子様だったとしたら、そのはい違いますっていうところが、その僕が声が違うって小声で言ったことに関して、はい違いますって言ったのかな。けどその後僕はあの秋篠宮佳子様ですかっていうことを聞いて、まあそういうふうな返答をしているのか、いつでも同じようなことがあったとは思うんですよ。で、まあその、まあ僕から見た時は感覚的にも佳子ちゃんだろうなっていうその感覚だったんですね。で、僕としてはその佳子ちゃんのその僕が初恋の人だったっていうところと、そこからの何回も会いに来たりだとか、まあトライアルウィークの時でも2007年か8年フルーツラパーフキムジに、まあ、来てくれ、まあ会いに来てくれてたと思いますし、であとはまあ岡場駅からまあこちらの方に向かって歩いてくる、歩いていく時にまああの話をしたり、まあ確か手をつないで、いろんなことを話したりだとか、まあ初恋の人が今どうしてるかなと思って会いに来ましたとか、まあそういうようなことを何回も言いに来てくれたりだとか、二十歳前後の頃まあこちらの住宅に来てくれたりだとか、まあそのウィキペディアを見たら海外留学を大分していて、まあその合間に自宅に来たのか、その後帰ってきた時にその会いに来てくれていたのか、その辺のところはちょっとまあ僕の方でもよく把握ができてなくて、で、まあ早く会って、結婚に関してどう思ってるのかっていうところを受け答えしてほしいなと思っています。で、まあ、昔もその昔の言葉とかいろいろ思い出すと、まあ僕が名前を名乗らなければならなかったりだとか、そういうことなのか、それともあの裁判所で佳子ちゃんがその若い頃に法廷で話してる時に、私もここでは嘘を言わないからとか、何かあのそういうふうなあの映像っていうのは家の方に、来ています。テレビのその報道のあの番組見てる合間に、他の人が見てるとは限らないとは思うんですけども、まあ、いっぱいあります。あのその手の動画、その例えば安倍晋三さんが泣きながらないものはないんですよっていう、そのエネルギーの残存問題に関して、石油だとかガスだとか、そういう、まあこの間は、まあ、今年だったと思いますけど、ユン大統領との首脳会談の時に岸田さんが泣きながらごめんってその謝ってくれてる映像とかは僕の方には流れてきてるんです。だからまあ人とは違う映像が回ってきてる可能性もありますし、まあこちら国とかテレビ局 の、まあ、もしかしたら裁判所経由かもしれませんけども、だからまああの佳子ちゃんに関しては本当に僕は好きですし、だからただ話
話し合いがすごく全然進まないっていうところも、まあ不満はそこの部分はあります。でそれは理由は何なのかっていうところも話してもらえなかったら、物事が全然理解できませんし、物事が全然進みませんし、あとこちらに見せておきます。これはもう僕の人生の実態で、まあこれ国民年金保険料と一般厚生年金の、まあ、期間のトータルの掛け金なんですけども、177万2765円しかありません。これが僕の人生の事実です。ですので、まあ、そういったことも含めて、お伝えしておこうとは思っていましたのでお伝えしました。まあ、短い動画だったら見てもらえるかなと思って、こういうふうにしました。本人に見てもらわなかったらやっぱり意味がないと思ってますので、まあ、体温を上げるわっていう声が聞こえてきて、誰かの体温は聞いてるんですけども、もうそれももう一つの今日公開した動画の件の話を聞いてもらったら、その顔が変わる話なのか、じゃあ顔が変わってる時当人の元々の顔っていうのはどこに行ってるのかっていうところもありますし、だからまあその辺とかも全て含めてですね、なんかこの辺のところとかもこんなにこの辺線がこうちょっと膨らんでるような状態だったかどうか、その何かちょっと自分でも変だなっては思っています。自分もこう喋っているその会話の内容とかで、まあ撮られたりとか、まあ後で取り返したりとかはするんですけども、まあ昨日見た人物がその加古ちゃんだったとするのであれば、その肌が荒れていたにしたのも、まあ、ちょっと心配ですし、睡眠不足じゃないかどうか、まあ僕の方はまあ今日に関しては睡眠不足です。まあ春山整骨院のドアの音とか気温の件もあるんですけども、まあ今日の明け方とかすごく寒くて、まあそれで目を覚ました方だとは思うんですけども、もう朝早くから朝8時ぐらいから春山整骨院に車が何台も来ていて、まあやっぱり黒い車でしたね。だから悪いことをするのがやめられない人たちがずっと悪いことをしたがるっていうケースですね。以上です。本当に、まあ、カモちゃんとは仲の良い関係ではいたいと思ってます。その結婚したい相手はカコちゃん一人に固定しますから、他の女性を全く好きにならないんですよ。その恋愛対象とは違う意味で、例えば礼儀正しい人だなとか、そういうふうな感覚っていうのはありますけども、その交換に関してもあんまりそういうふうなワードとかも、一人の女性に、その気持ちっていうものをその結婚したい相手好きな人っていうのを固定しておかなきゃならないっていうところで、まあ僕もホームページで公開しますし、多分そういうふうな方法をするから早く結婚できるんだと思います。だからそれが現在小室眞子さんや小室圭さん、まあ、小室圭君でいいっていうことを、まあ、若い頃言ってましたけど、まあ、そういうことだと思うんですよ。世間に親に公開してるからこそ、その、気持ちがぶれなかったりだとか、そういうことだと思います。以上です。